みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回はまたよく皆さんからいただく質問として、ギターの保管方法についてお話をさせていただこうかなと思います。さすがに正しい保管方法というと、ちょっとおこがましい感じがするので、僕がその知っている限りで、こんな感じで保管するといいんじゃないですか、みたいなことを紹介させていただこうかなと思います。基本的にはエレキギターもアコースティックギターもほぼ共通の事柄なので、あまりそういうのを詳しくない方はぜひ参考にしていただければという感じでしょうか。とりあえず4つほど要素に分けて、ファクターに分けてお話をさせていただきます。まず1番、置き方。で、その次2番としては、衝撃。で、3番は湿度。で、最後に、テンプチャー、温度でございます。順番にいってみましょう。まず置き方なんですけれども、エレキギターもアコースティックギターも、基本的にこのネックというパーツに負担をかけない置き方が良いとされております。なので、その壁とかに立てかけてしまうと、こんな感じでこのギターの重みが少なからずネックに負担がかかっちゃうじゃないですか。だから、こういう置き方はできる限り避けた方が良いという話です。普通に楽器屋さんで一般的に売っているようなギタースタンドでもいいですし、できればこういう首掛け型のものとか選べるとなお良いかなという感じですね。ちょっとお値段は高くなってしまうんですけれども、ハーキュレスのスタンドとかいいかなと思います。ハーキュレスのスタンドは普通にこう地面に置いて、こんな感じで首が出ているんですけれども、ここの首のところにギターのネックをこう当てはめて、スパッとこうぶら下げる形で保管ができるんですよね。そういった意味では、ハーキュレスとかがベストかなという感じですけれども、できるだけネックに負担をかけないという感じのやり方でやっていただけるといいかなという感じでしょうか。僕も一時的にこんな感じで壁に立てかけてしまうときはあるんですけれども、その弦の張力を考えて、裏返しにして、短時間置くような感じでございます。他にも、他の動画でなんか紹介したことがあると思うんですけれども、こういうスタンドとかもいいと思います。ここにそのギターを置くわけですね。ただ、このスタンド、この類のスタンドの注意点としては、ここのラバー部分に気をつけていただきたいです。ラッカー塗装とかの場合だと、ギターをここに置いてしまっていると、ラッカーが溶けちゃったりとか、くっついちゃったりとかするんですよ。なので、何かしらの布とかクロスとかをこんな感じでかぶせて置いておいて、保管するとなおベストという感じでしょうか。そんな感じです。スタンド自体は別にそんな高いものでもないので、必ずギタースタンドを使って保管していただければという感じでしょうか。で、その次の衝撃に関してなんですけれども、これは当たり前っちゃ当たり前ですが、ギターに衝撃を与えないように保管をしましょうということです。ハードケースの中に入れてギターを保管しているという方、少なからずいらっしゃると思うんですけれども、それはそれで別にいいと思います。けど、そのハードケースをあっちの部屋に持っていったり、こっちの部屋に持っていったりみたいな感じで、もうガコンガコンとやりながら保管していると、ちょっとスタンドとかの方がいいかもしれないという感じですね。もちろん、そのスタンドで立っているときにパンチする、キックするとか、そういうのは全然論外ですけれども、できる限りその衝撃を与えないように保管してあげるといいかなという感じですね。なので、運搬するときに関しても同じです。できるだけクッション材が入ったケースを使って、あまりこう振ったりはしないと思うんですけれども、普通にその衝撃を与えないように気をつけながら移動すると良いかなという感じです。で、最後に、この湿度と温度に関してなんですが、理想として、湿度は 60%、温度は22度が良いとされております。がしかし、だがしかし、この日本という国において、これをキープするのはかなり至難の業だと思うんですよ。夏場とか35度とか行きますし、冬場になれば、関東でも0度とかざらにあるわけでして、北海道の方に行けばそのマイナス温度とかじゃないですか。そんな中で常に22度をキープしようというと、結構これは大変ですよね。夏になればもちろん湿度はすごいバババッと上がりますし、冬になれば乾燥するし、特に滝沢家に関しては常に湿度が半端ないので、多分 80%、90% を常にこうキープしているような感じなんですけれども、60% と22度がベストといえども、これをキープするのはさすがにちょっとつらいと。本当に何百万もするような高級ギターを持っていらっしゃる方は、もうギター専用のケースみたいなのを持っていて、で、常にその中にギターを保管するという方がいらっしゃるかと思います。そうすると、その中で加湿器、除
除湿器みたいなのがついていて、その温度調整機器もついていて、まあ、常にベストな、ギターにベストな環境で保管できるというケースもあるんですけども、そういうのって意外と高いですよ。なので、一般家庭にもそういうのを、ね、買った方がいいって強要するわけにもいきませんし、僕も持ってませんし、そういうわけにはいかないので、じゃあどうしたらいいのとなるじゃないですか。まあ、60%、22度がベストとはわかっているけども、それは無理だよと。じゃあどうしたらいいんだと。諦める。諦める。というよりか、できるだけ変化にさらさないということが大事ですね。例えば、その湿度が、まあ、高いなら高いでもしょうがないですよ。日本という国はね、もう湿度が多いですし、滝沢もすごい湿度が多いですし。でも、できるだけその変化にさらさないということです。例えば、夏場 の, そのすごい暑い時期にその湿度がこう、ね、バーバーとなんかこう高くなるじゃないですか。蒸し暑い日々が来るじゃないですか。夏の暑い日って。でも、その中でそのギターを保管するのは別にいいんですけれども、いきなりエアコンをガンガンにかけてその乾燥させてしまって、いきなりギターにその乾燥した空気を吸わせるといいますか、さらすというか、そういうのはできるだけ避けた方がいいかなという感じです。温度に関しても一緒ですね。冬場になってくると、僕はその夜、滝酒に帰ってくると、まあ、家の中は0度とか1度とかになっているんですけれども、その中で石油ストーブをバシッと炊くと、まあ、中は12度とかになるわけじゃないですか。で、その石油ストーブの真ん前とかにもちろんギターを置いておくと、ギターがすごい大変なことになってしまうので、まあ、できるだけその石油ストーブから遠ざけて保管をすると、そんな感じになってくるわけです。エアコン、石油ストーブ、あとそのオイルヒーターとかいろいろあると思うんですけれども、その暖房とか冷房とか、まあ、そういった前には置かないとか、あとギターがある部屋に関してはちょっとそういうのを加減するみたいな感じで、あまりこう変化にさらさないというふうに気をつけてあげられると良いかなと思います。一応ベストと言われているのは 60% と22度ということです。できる限りこれに近づけてあげた方がいいんですけれども、まあ、その辺は皆さんのできる範囲で気をつけてあげれればなという感じですね。まあ、ベストとしてはそういうケースを買うとか、一部屋、ギター専用の部屋にしちゃって、もう除湿機と、あとエアコンを常備していて、常にオンにしていて、これをキープする。まあ、それも悪いですけれども、外を持っていった時点です。ちょっとアウトという感じですからね。まあ、普通にほぼ不可能な話でございます。でも別に諦めるというわけではなく、できる限り努力をするという感じですね。そんな感じです。どうでしょうか。ちょっと参考になりましたでしょうか。置き方、衝撃、湿度、温度、まあ、そんな感じです。あともう一つ何か言おうと思ったことがあったんですけど、なんだっけ。そう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 。そのギターを弾き終わった後にその弦を緩めるか緩めないかみたいな、そういった保管方法もあるんですけれども、それはまた別の動画がありますので、そちらを参考にしていただければという感じでございます。緩める人は緩めない、緩めるし、緩めない人は緩めないという感じでしょうか。まあ、せっかく買った大切なギターですので、あまりその気温の過度な差、なんていうんですか、そういうこの激しい波にはさらさずに、できるだけ大切に弾いてあげましょうということでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。